ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。ぐるっと入り口の方回れるかな。デスバロー取りで、まだクエスト受けれるのは多分こっち側で。自分の目が信じられない。喋る頭蓋骨なんて、そんなのありえない。見てきたよ、そういうものも。私は指輪を探してただけ。本当よ、指輪がなくなっても誰も気にしないし、死人には使い道がないでしょ。でも声が聞こえて、それから頭蓋骨が。頭蓋骨がどうした。話したの。その墓を乱すなと丁寧に頼まれたわ。丁寧に。貴族みたいな頭蓋骨だった。鉄だったら宝をやると言われたけど逃げてきた。で、喋る頭蓋骨はどこにいるんだ。取引したければお好きに。見つけた場所に残してきたから。あの遺跡の外よ。デスバロントリデ、デスバロートリデだっけ。デスバロートリデ。とにかく私はもうどんな墓にも近づかないわ。デスバロートリデの外にある墓地で喋る頭蓋骨探そう。ちょうどあれだね、デイリーのクエストも受けてるね、ここね。これか。こんなのグレナブラで結構見てきたからな。ナサイン・ガレイン・ガイレン教か。まるで私が見つかると予測していたかのようだな。今お前が立っている場所がどこなのか知っているか。そこは滅びて久しいデスバロー騎士団の本拠だった場所だ。デスバロー騎士団、ね、レオバート級という男が誓いを破り、我々に不死の呪いをもたらしたんだ。レオバード教は何をしたんだ。汚れた魔法を使ったのだよ。それにより我らの体は不死となった。なるほど。しかしレオバートめが儀式を完了させなかったせいで、我らは砦の外へ出られなくなった。奴に呪文を直させるわけにはいかぬ。よって私は儀式の道具を4つの神聖な祭壇の中へと隠したんだ。どうして自分で祭壇から取り出さない。レオバートに捕まり、体を城壁から投げ捨てられたのだ。なるほど。城壁を越えたせいで、私の体を不死とする魔法はつゆと消えた。助けてくれ。祭壇に膝を折り、レオバートをここから出さないようにしてくれ。それが叶えば墓地の宝はお前に譲ろう。わかった。デスバロートリデにある祭壇でひざまずき、レオバートの儀式の道具を入手しよう。お前の膝と私の知識があれば、祭壇は我々が探す道具を解放するだろう。
礼拝堂と居住区、彫像と地下墓地で道具を探してくれ。バックパックに私を入れろ。力を合わせればレオバート教の計画を阻止できるはずだ。なんか頭蓋骨をバックパックに入れるのこれで2回目だな入れてほしいのか。当然手で運んでもらいたい。その方が礼にかなうしな。だがこの先の試練を考えれば両手を自由にしておくべきだろう。名誉にかけ私はこの旅に同行せねばならぬ。それにデスバロー砦の中では私が必要になるしな。なぜ砦の中へ同行しなければならない。内部の祭壇は従者の最終試験に使われていた。心から騎士団の心情を唱えなければ箱は決して開かぬ。なるほど。私と共にあれば祭壇でひざまずいた時必ず箱が開くだろう。その前にデスバロー砦について他に知っていることは。かつてあの建物はデスバロー騎士団の砦だった。私に語れるのは我々の人生の物語のみ。レオバート卿は我々を裏切り我々が倒すと誓った存在になり下がったのだ。デスバロー騎士団について教えてくれ。数百年にわたり我が砦は闇への防壁であり不運に見舞われた者たちの灯火であった。騎士団の一員であることに感じていた誇りは忘れられぬものだ。その使命感もな。今やその全てが消えた。なぜデスバロー騎士団と名乗ったんだ。この名は騎士たちに正々堂々と戦うことを教えるもの。死は打ち負かすものでも恐れるものでもないという心情を示す名だ。だが我が死に名誉はなく我が不注意により呪われた仲間たちから離れて眠ることになった。なるほど。なぜ自分を責める。私はレオバート卿の親友だった。ただの従者だった頃からな。彼の父は騎士団長を務めていたためレオバートのために割く時間はほぼなかったのだ。私は奴の考えを見抜くべきだった。思いとどまらせることができたかもしれぬ。皆の期待を裏切ってしまった。どうやって墓地に来たんだ。旅人が私をここに埋葬してくれたのだが頭は墓石の上へ置き去りにしたのだ。この道を旅する者への警告としてな。私の存在が砦を荒らし中の恐怖を解き放つ者を防いでいたのだよ。なるほど。なぜ祭壇でひざまずかねばならないのだ。レオバートがデスバローの名を汚す前祭壇は従者の力を試す場所だった。祭壇でひざまずき我々が重んじる理念を口にすると脇にある箱を封じる錠が解除されたのだ。なるほどね。箱の中には何が入ってるんだ。我々が大切にしていた品だ。ルセット・スリエルの埋葬符、黒いろうそく、墓場の土、乾いた花びらだ。箱を冒涜してしまったが時間に余裕がなかったのだ。レオバートを止めねばならなかったからな。箱は唯一の選択肢だったのだよ、うん、レオバードはなぜ自分で祭壇にひざまずいてあげなかった。それはこの山上で唯一の巧妙だよ。祭壇の力はふさわしき者にのみもたらされるのだ。レオバード卿はその傲慢さによって我が騎士団とは相入れぬ存在となった。我らが掲げる信条を捨てたのだ。奴はもはやアリ以下の存在。祭壇に認められるその資格がない。なるほどね。当然内部の祭壇は我がとバックパックに入れよう。最終試験に。よし。じゃあ行こうか。デスバロー砦。騎士の誓いは聖なるもの、永遠に続く。墓の沈黙があっても誓いから解き放たれることはない。レオバード卿。で、隠した品を取り戻す。まあ全部やっていこうか。これはあれ、パブリックダンジョン。自分の家を見たいと思っていたが、よもやカバンの中から見ることになろうとはな。
ここにまず何かあるぞ。これだ、騎士の頭蓋骨。これは出入りの方だね。勇者はこの祭壇で象に見守られて祈りを捧げたのだ。私たちのことも目にかけてくれるよう祈ろう。こいつ下がって。これだ。騎士は他者に仕える義務を忘れてはならない。破れた天聖の書。レオバート卿、奴はこの本で死の運命を拒むことを学び、立派で忠実なる者たちを破滅させたのだ。古代の血が染みついた本、インクは年月と宝箱に隠されたひどい保存状態によってかすれている。読めない、残念ながら。なんかいるらしいな、ここに。こっから行ける感じないんだな、あの扉から。従者だった頃、レオバートと私はあの像の前で祈りながら眠ったものだ。忘れ去られた過去に消えた騎士たちよ、失われた記憶にふさわしい生き方をしようではないか。箱が今目の前で湧いた。レオバートが皮を剥ぐために使った短剣だ。彼の愚かな犠牲が栄光ある騎士団を滅ぼした。スカイシャードを取るか、まずは。これでなんかいんな、ボスがいる。
そういうことか。ただこっち側にボスいるよっていう案内だったの。あのね、感じ悪くなりたくないの。どうしたっけ。ガードの部屋だ。中に祭壇があろうと騎士団長の目を覚ますことはできぬ。いた。さすが二人がかり。私は心配してなかった。あなたは？克服できない危険が迫ろうと勇敢に振る舞う。ハイエルの洞窟探検家レオバートが闇の恐怖のうちに胸から引き抜いた心臓だ。他の者に及ぼす影響など考えもしなかったのだろう。なるほど。よし、あとはナサイレン教がナサイン教が隠した品をもう一個取り戻す。それはこっちじゃない、こっちだ。なるほど、こっから出てくるのか。で、ハンター、ここだ。取れてなかったみたいな、私は。見逃してた、完全に。礼拝堂は日常生活とは別世界であり、この祭壇でひざまずくのは儀式を受ける者だけだった。上妙の者には理解できないことを前にしようと騎士は謙虚である。終わりが迫ろうとも騎士は悪あがきをしない。よし、勇気の杯。代々受け継がれ、数多くの騎士を広間へと迎え入れた杯だ。レオバートは儀式で早すぎる終わりをもたらすためにこれを使った。なんかあんな書物か。破られた誓い。すべての品を手に入れたな。手があれば握手するところだ。呪いの砦は死者のものにしておこう。デスバロー騎士団、ナサイン教による記述。騎士団、騎士道とは偉大なる重荷である。私が盾を取った時、は先人たちを導いてきた規律と信条に従い、正しく生きることが人生における自分の役割だという素朴な理解を抱いていた。私が人生を捧げた偉大なる騎士団は、最も偉大な人、ビクトレルの後継者、6代目レオバードの指導、レオバードの指揮によって栄えるだろうと思っていた。しばらくの間、私の考えは正しかった。我らが騎士団には腕と
名誉に優れる騎士が数多くいた。私の青春の輝かしい日々に我々は中庭で火を囲み、その日に成し遂げた偉業を称えたものだ。次第にレオバードは我らの火を離れ、責務の重さより顔のシワは深くなった。笑いは我々を見捨て、火は消えた。それでも我々は義務と名誉を絆として悲劇を押しとどめ、誰にも弱さを見られることのない暗がりで過ぎ去った良き日々について語った。私も長生きをして火が再び灯されるのを見たいものだ。騎士道とは力に劣る人々への責務である。私が若い頃は笑い声と喜ばしい歌声が中庭に響き渡っていた。今は開けた空間に重い沈黙が満たし、疑念が不協和音を奏でている。時が経ち、この恐るべき瞬間まで気づけなかったほど、湧いちゃったね。不協和音が奏でている。時が経ち、この恐るべき瞬間まで気づけなかったほど、緩慢に我々は変わった。罪なき人々を巨大な危険から守るのではなく、資金の供出を、催促するようになっていった。我々は自ら、成敗せよと教えられたはずの恐るべき野党と化していたのだ。これは我らが陥った最も暗い深淵ではなく最大の大失敗でもない。だが私は馬に乗って通り過ぎるたびに一般市民の顔が憎悪に満ちた怒りで歪む姿を脳裏から追い払うことができない。この広間には腐りきった海がある。何かがおかしいのだ。レオバード卿、あなたは一体何をしでかしたのだ。騎士道とは責任の重圧である。葬儀以来、レオバードは自室を出ていない騎士20名と、なんかずっと枠なんだ。こいつら逃げたら死ぬの？そんなことないから、逃げてみればいいのに。葬儀以来、レオバードは、自室を出ていない騎士20名と、故障と、従者を含む見習い30名は彼らが栄誉に満ちた成果に笑い、生きた中庭に葬られた。ロバードは鍵のかかった扉の奥に隠れている。彼のささやき声は小さすぎて私には聞こえないが、足音の重みは、砦の、土台を揺るがすほどだ。今でさえ彼が、床のどこを歩き、行き来しているのかたどることができる。砦の中に暗闇が育っている。ネズミたちは地下室から逃げ出し、鳥たちも我らの、胸壁にとどまることはない。中庭には沈黙が漂っている。この不自然な出来事の原因は、まだわからない。だが夜になると私は恐ろしい悲鳴に満ちた夢を見る。騎士道とは、物事を明晰に見て正しく行為する、約束である。我々が全員こんな目に遭ったのはあの男のせいだ。行方不明の子供たち、我らが騎士たちの死、忌まわしい死によって失われた全ての命はレオバードの仕業だったのだ。最後に話した時、レオバードはたやすく征服できる死にこの私が頭を下げるとでも思うのかと言っていた。私は彼が言葉通りのことを言っているとは思わなかった。だが言っていたのだ。魔法の波が廊下を突き抜け、触れた者全員の命を奪い去った。奪い去った時、それは確実になった。認めるのは恥ずかしいが、自分の番になった時、私は怯えて泣き叫んだ。私が求めていたのはこんな死に方ではない。私が懇願した死は、自分の故郷でこのように変化させられることではなかった。死につつ残るとは悪夢だ。本の場所が悪い。こいつらを退治しながら読まなきゃな。どこまで。死につつ残るとは悪夢だ。私は地下墓地へ急ぎ、我らの呪われた最後の原因を探った。
指導とは恐怖でなく名誉に基づいて行為する責任である。レオバードは変わっていた。悪霊から全ての肉を取り除き、鎧の中に自らを移し入れたのだ。彼が一体 どうやってこのような方法を学んだのか、決して知ることはあるまい。これはまさしく狂気だ。だが私はとどまるわけにはいかない。彼がこの儀式を続け、我らの、呪われた肉体が砦の壁を越えて押し寄せるようなことは許してはならない。レオバードを殺せるのかどうかはわからないが、彼の呪われた儀式にこれ以上騎士たちを歪めさせられてはいけない。私は彼が儀式に使っていた道具を盗んだ。祭壇には襲撃に備えて我々の神聖な遺物を隠すための秘密の隙間がある。この隙間を我々の見習いの祈りに結びつけておこう。レオバードはあの言葉を覚えていなかった。私の最後が恥ずべきものになることは分かっている。私の人生自体が恥だった。願わくば死後の生が私に慈悲を示したまわんこと。長い本だったね。なんかやってんな。よし、出ましょう。もともとは名誉ある騎士団だったんだね。だけどレオバードが何か変えてしまったんだ。回収した品を回収した品をあの墓に置いてくれ。それでレオバートは砦から出られなくなる。分かった。さあ墓に土を戻してくれ。そろそろ過去の過ちを葬り去る時だ。なんか別の方に土が掘り返して。これでこの墓に何が隠されているか誰も疑わぬだろう。墓石の上で休みたいのだが置いてくれないだろうか。肺がなくてもこの新鮮な空気は喜ばしい。頭蓋骨をお前に預けられてよかった。お前は聖なる祭壇で祈り、儀式の道具をレオバート教の影響から取り除いてくれた。名誉ある誠実なものだ。儀式の品はあの墓で安全なのか。砦で消えたと思われているものを墓地で探す者はいない。それに私が見張っている。お前にしてもらうことは済んだよ。ありがとう。さあ約束した通り墓地で忘れ去られた宝を渡そう。受け取ってくれ。私の呪いがいつまで続くのかは分からぬが落ち着いた気分だよ。私の試練は終わった。この場所を見張り続け死の祝福が訪れたら喜んで受け入れよう。儀式の品を埋めればレオバード教の計画を阻止できるのか。儀式によってレオバートとその手下は砦の壁の外へ出られなくなる、うん、儀式の品で奴らの力は増すかもしれぬ。だがお前が砦の中から奪っただろう。奴らの呪われた姿は封じられたよ。なぜそんなことがわかる。砦を生きて脱出したのは私だけだ。私の骨が空中で砕けるのを見て奴らは怯えたはずだ。動き回れなくなる危険は犯すまい。私は任務をこなしこの品を守るよ。大丈夫だ。今では長く見張るコツが身についているからな。いつか死ねると思うか。そう願っているよ。だが死に急ぎたくはない。騎士団の他の仲間たちが砦の中で脅威となっている間はな、
だがいずれは眠りたい。その時が来れば私は微笑む。それで終わりだよ。なるほど。心地よいそよ風だ。砦に新たな平和が訪れた。アンデッドたちは砦から出られてんだと。出たらなんだろう、粉々になってしまうんだね。まあ、だから外に異物を、まあ、だから儀式を進めさせる異物を置いておけば、まあ、安全だろうということだね。なるほど。さて残すところ、歩くのにうんざりしてたんだ。ギャリックズレスト。クエストを終わらせてこようかね。理解できないわ。超越騎士団の連中は海辺を探すためだけに島をズタズタに破壊してるのよ。まあ奴らが何かを見つけて、とっとと帰ってくれ。み手を貸して、今度の連中冒険者向けの仕事があるぞ。お見事。仕事、ちょっと見ようか。これは何、アンセイのフランダーフンディングデッキにあるコレクション。ああ、なるほど、デッキか。はい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 、そういうことね。何事かと思った。OK。デフォート造船所だな。でも とりあえず次行くか。行くよ。こっちかな。でもスカイシャドウあるね、ここね。ここによるか。じゃあちょっと待ってね。ここで伝説の書物取ってからだな。
これだけ取ったら。ねえ、潮が彼女を飲み込む。あ、旅人よ、頼みを聞いてほしい。なんだ。私はレディ・ギャリックの試練を長年にわたり誇りを持って守ってきた。あの資料術師め、私を脅せると思っているのか。無駄だ。ああ、申し訳ない。足を止めてくれて嬉しい。心を消して私を解放してくれないか。何者だ。どんな試練を守っている。私はギャリックズレストを管理しているシンリックだ。何者かが価値の試練をやり遂げるまでここに囚われている。価値の試練とはレディ・ギャリックの聖なる盾を持つために必要な騎士の資質を問う3つの試練のこと。聖なる盾。アムナラのような陰謀家相手には応対を変えるがな。彼女は何を狙っているんだ。価値の試練へ挑戦せずに聖なる盾を手に入れようとしているのだ。だが盾を守っている結界を解く言葉を知ることができるのは試練を突破した者のみ。なるほど。あの資料術師に盗まれる前に盾を手に入れてくれれば報酬を出そう。わが試練を受けよう。アムナラよりも早く聖なる盾を手に入れる。長年待ちわびていたのはお前だったのかもしれんな。お前こそレディ・ギャリックが最も大切にしていた宝を得るに値するものだ。心を持ち上げ火を消してくれ。それで魔法は消えるだろう。解放する前にいくつか質問がある。そうだろうな。何事にも無関心な愚か者でなければもっと知りたいと思うのは当然だ。しかし驚かないでもらいたいのだが、こうやって拘束されているのはとても不愉快でな。功労を集めて火を消してほしい。自由になったらどんな質問にでも答えよう。わかった。まずこれか。アムナラの高速攻撃。はあ、お前はすでにアムナラとは比較にならないほどの徳を示してくれた。その心を私は忘れぬ。さあ、ギャリックズレストに入り、価値の試練を始めよう。名誉を失わずに通過するのだ。だが急いでくれ。アムナラに卑怯な方法で盾を取らせるわけにはいかん。価値の試練のことを教えてほしい。先ほども言ったが、3つの試練が待ち受けている。忍耐、基地、屈強と呼ばれるその試練はレディ・ギャリックが後悔の仲間に求めた徳を表している。私がそれぞれの試練の前で目的を説明しよう。試練にどう臨むかはお前次第だ。なるほど。そして試練が合言葉をもたらすのか。そうだ。盾は魔法の結界に囲まれている。試練を見事に終えるたび結界を解除する言葉がわかるだろう。アムナラは合言葉を教えてくれと頼んできたが、私は断った。あの女が結界を回避する計画を立てているのが不安だな。なぜレディ・ギャリックは価値の試練を作り出したんだ。試練は彼女に仕える力を持たぬ者を奮い落とす手段として始まった。多くの者が偉大なるレディ・ジョスリン・ギャリックと共に後悔することを望んだ。だが彼女は最高の人材しか受け入れなかったのだ。なるほど。志願者が名誉を失うことなく試練を通過すると彼女は船の中に迎え入れたのだよ。ではいつ試練で盾を得られるようになった。最後の後悔を前にレディ・ギャリックはもし自分が戻らなければ盾にふさわしい新しい使い手を見つけるよう言い残したのだ。私はここでその誓いを守っている。盾を勝ち取る者が現れるのを待っているのだよ。なるほどね。この盾はなぜ価値が高いんだ。レディ・ギャリックは聖なる盾と呼んでいた。アーケイが自らの血で祝福したと彼女は言っていたよ。あの盾を持っている間は傷を受けないそうだ。疑う理由はないな。盾を置いていったとき彼女は戦死したのだから。なぜレディ・ギャリックに託された。その問題については長い間考えてきた。だがあの時の私は彼女の判断に口出しできる立場ではなかった。レディ・ギャリックの言葉を何度も思い返すよ。戻らなければこれを形見にしてほしいと言っていた。彼女はあの旅が最後になると知っていたのかもしれない。
なぜアムナラが盾を欲しがってると思う？あの女は言わなかった。正直に言えば私は聞きたくもなかったのだ。アムナラを見た瞬間から盾にふさわしい名誉ある人物でないことが分かったからな。だが妙なことだ、アーケイの力に祝福された盾はネクロマンサーを追い払うはずなのだが、なんかあんのかもしれないね。ネクロマンサーで痛くないのかもしれない、実は。こんなトラップあんだ。鳥の巣だな。ギャリックズレス。遠い昔この城は英雄的な前期海軍の船長の拠点だった。今は奇妙な霊魂が広間をさまよい、試練に挑もうとする者の価値を試そうとしている。急いで盾の前の道を見つけて。この子は危ない。誰？また傭兵かしら。あなたも傭兵？ちょっと遅くない？この者は人手ができるだけ欲しいの。ただでさえ予算を上回る見込みなんだから。でもなかなか役に立ちそうね。他の者と交代させようか。いや、シンリクから価値の試練を受けるよう頼まれた。レディ・ギャリックの盾を手に入れる。あの亡霊、どうしてわざわざ物事を面倒にするの？アムナラはシンリクがここにいることさえ知らなかった。死んだ後もここに残って試練を与えてくるだなんてどういうつもりよ。はあ、同情はするけど、盾を持ってここを出ていくのはこのものだからね。なぜこの盾が欲しいの？あなたには伝えるべきでしょうね。レディ・ギャリックの有名な物語があるの。アーケイが自らの血で清めたとも言われる盾の物語よ。野心に満ちた若いネクロマンサーにとって魅力的なアーティファクトなの。盾の力を引き出せばもっと強くなれるわ。この傭兵たちは何のためにいる？この古い遺跡にはどんな危険が潜んでいるかわからない。アムナラはこんな馬鹿げた試練をするつもりはないわ。傭兵の手を借りて盾の間に入るわ。ねえ、いいでしょ、もう行って。この者は忙しいの。この盾で何をするつもりなんだ？すごい計画よ。伝説によるとレディ・ギャリックの盾はアーケー神の力を宿しているそうよ。盾を持っている間、レディ・ギャリックの命は神の力で守られていたの。アムナラがその力を吸収できればどんなことができるか考えてみて。なぜアーケーからの力が能力を高める？通常ならそうはならないわ。アーケーは生と死の境界をぼやけさせる資料術師を嫌っているからね。でもこの者は盾に宿る聖なる力を逆転させる方法を見つけたのよ。召喚した死体にレディ・ギャリックが得ていた守護を与えられるかもしれない。なるほどね。お前のことを話してくれ。自分のことを話すのはあんまり好きじゃない。この者はネクロマンサーとして名を上げようとするただのカジートよ。ねえ、この者とあなたはまだ会ったばかりでしょ。次に会う機会があれば、その時はお互いの話をしたっていい。でも今は盾の方が重要なの、分かって？彼女の毒のある言葉は無視しろ。名誉を忠実に守れ。高速に失敗した？苦労して作ったのに。なるほどね。盾に別れを告げるのね、亡霊騎士。はあ、急げ、最初の試練に入れ。分かった。最初の試練にようこそ。これが最初の試練。俺は忍耐の試練だ。待ち受ける敵を倒し、扉を開け先へ進むのだ。簡単だな。そんなことでいいのか？ここにあるものは
いかなる障害も不屈の精神で乗り越えられることを証明するものだ。忍耐の試練では脱出するまで絶え間なく攻撃してくる必要な敵が相手だ。まあアムナラの召使いが壊すまではそうだった。どんな試練に立ち向かえばいい？出口に鍵のかかった部屋が2つある。それぞれの部屋には恐ろしい獣がひしめいており、お前を倒そうとしている。敵の群れと戦い、レバーを引いて扉を開けるのだ。そうしなければ脱出できない。どうやってアムナラの雇い主は試練を台無しにした？普段私は部屋に大量の怪物を配置している。挑戦者は泥をかき分けるようにして怪物を相手にしなければならない。だがあのならず者どもは数が多く、怪物の群れをあっさり片付けてしまったのだ。仕方のないことだ。その企みにお前は関与していないのだから、お前の名誉に傷はつかない。安心してくれ。なるほど、本来はそういう感じなんだ。これいた、関係なかった。ちょっと待って、全部倒さなきゃダメ。あ、これね、はいはい。最初の出口が開いた。進め。別に全部倒さなくていいんだ。亡霊騎士が睨みつけようが、この者が構うものか。盾への道を見つけて。あそこだな。あ、行けないんか。行ける気がすんだよな。上行けばいいんだけど、行ける気がすんだよ。ほっほっ、行けたのに。行ける行ける行けるぞ。ほっほっ、行けない。行ける行ける、でも行けるわ。次が最後のチャンスとしよう。キリがないから。はっはっ、ダメでした。ダメだ。行こう上から。最初からこうすればよかったんだ。出口が開いた。出口へ向かい試練を終えよ。どこから話してるんだお前は。挑戦者よ、よく耐えたな。見事だった。盾を手に入れるためにこの石板に書かれた言葉を覚えるのだ。ちょっと待ってくれ。石板に書かれた、多くの者が人生の試練を通過できないのは耐え忍ぶ意志を持たないからである。お前はこの試練を乗り越えた。正しき言葉を記憶に留めよ。技レディ・ギャリックは卑しい生まれから前期艦隊で大いに尊敬される船長として名を成すまでになった。絶望的な時であろうと障害を乗り越える大切さを知っているものだ。お前はそれと同じ不屈の精神を示した。感心したぞ。次は何をすればいい？その次は基地の試練だ。船乗りは機転が利かなければならない。海上で起きる全てのことについて手引きを書いてくれる者などいないのだからな。さあ急いで動くのだ。アムナラは結界を回避するため砦の破壊を続けているぞ。次の試練に進もう。この部屋を出て南へ進み洞窟を抜けろ。基地の試練はその先にある。もしくは高所を厭わないなら東の壁を通る近道もあるぞ。アムナラと雇い人が何らかの魔法攻撃を仕掛けてきた。ああ、
奴らが砦中の壁を崩しているのは見た。盾を手に入れる計画というのは口先だけではなかったようだな。あの女に勝つ方法の中で唯一名誉ある方法は価値の試練を通過することだ。だから急げ、時間がなくなりつつある。レディ・ジョスリン・ギャリックについて教えてほしい。素晴らしい騎士であり、飛び抜けた船乗りだった。不屈で知性にあふれ優しかった。彼女の下で聖なる盾の騎士団に仕えた時間はかけがえのないものだったよ。アムナラとやっと、あ、これ聞いたな。レーダーに近道がこっちにあるって。この廊下はこんなにややこしいの？基地の試練はここから始まる。部屋にある4枚の石板を観察せよ。正しい順に並べれば道を照らしてくれよ。なるほど。ジョイの航海8日目。海賊は船長を殺し、最高の航海士を捕虜にして去っていった。彼らは東へ向かった。残った船員たちは追うべきかどうか議論した。どうやった？地上の効果7日目。予想通り南の厄災と自称する海賊にかなり早い段階で発見され、船へ乗り込まれた。ちょっと待って。14日目。議論の結果は関係なかった。海賊は砲を破壊し、我々は修理できなかった。海を漂う食料と水が尽きそうになった時、船が北から近づいてきた。我々は救出され、この話を伝えることができた。なるほど。これか。5日目。方向を指し示している。出来事を正しい順に並べた時だけ明るく輝くのだ。なるほど。我々が西に向かっていた時、水平線の彼方に船を見つけた。突然、触手が、海面から現れ、船はバラバラに破壊された。船長は進路を変え、海賊だらけの海域に向かった。なるほど。まず最初5日目の西だろうね。西のかがり火。力強い歩みだな。
で、7日目の南、で、8日目の東、で、15日目の北だ。素晴らしい。北の扉の向こうで次の石板が待っている。こんなことばっかりこの7年やらされてきたからな。次の合言葉を知るには石板を読むがいい。基地さえあれば世界はどんな試練にも手がかりを与えてくれる。お前はこの試練を乗り越えた。正しく言葉を記録に留め。理解。技の次、理解。落とした。今のは何の魔法だ。私は何も知りないぞ。真理く盗賊め、手を離せ。亡霊騎士、結界を解除しなさい。ねえ、やめろ。彼女はも話してる途中でどこ。あの女はルールを変えた。話をしよう。さっきもそうだけど、話してる途中でどっか行くの、あいつ。苦痛を感じたのは久しぶりだよ。罪なき霊魂を苦しませるとは、なんと残酷な悪党だ。これまで私はレディ・ギャリックの名誉を守ってきたが、今回は私の名誉の問題だ。お前は基地の試練を成功させた。先へ進もう。ただし一点変更する。どんな変化だ。これまで私はお前にアムナラを攻撃するよう頼むことは控えていた。価値の試練で彼女を倒す方がより名誉ある道だと思ったからだ、うん、だが彼女は私を拘束し家を荒らし回り、そこらの亡霊のように私を召喚した。もうためらいはせぬ。なるほど。彼女を攻撃させたいのか。そうだ。だが直接ではない。アムナラの功労を使えば彼女を拘束できる。お前が運べばあの装置は聖者の力に調和するはずだ。次に彼女と会ったら香炉に火をつけて放るのだ。なるほど。私を罠にかけたようにあの女は動けなくなるだろう。彼女と会うまでに何をすればいい。私はアムナラは無謀にも第三の試練への扉を瓦礫の下に埋めてしまった。だが私は隠された道を知っている。まずは鍵が必要だ。増殖の中の鍵がある場所を地図に記しておく。そこで落ち合おう。私が立ち直ってからな。アムナラは何をしたんだ。まるで肉体を持つ人間のようにあの女は私の魂を掴んだ。そして子供のように持ち上げたのだ。お前も見た通りアムナラは我慢できなくなったのだ。私はあの女を甘く見ていた。盾のためならあやつは砦全体を掘り崩す気だろう。できる限り急いで最後の試練を通過してくれ。でアムナラの航路の動きをどうやって知ったんだ。死してから長く経てば勉強する機会が数多くあるものだ。ギャリックズレストの増殖を見ればその大きさがわかるだろう。私は自分の性質を知りたくなり本をいくつか読んだのだ。その結果霊魂の力を操作するのがかなり簡単だということが分かった。そうやってこの拘束魔法を理解したのか。自分が一人前の資料術師だとは思わないが、アムナラの装置はかなり一般的なものに見える。香炉とは力の器。付近にある支配的な存在力に対し受動的に調和するものだ。起動するとあの罠は類似の力を探す。なるほど。この問題に関しては詳しいようだ。すでに言った通りだ。長年の研究の成果だよ、うん、まあとりあえず行こう。で、
生きてるよ。お気遣いどうも。よし。この部屋に最後に入ってから長い時間が過ぎた。鍵は絨毯のどれかの下に隠していたと思う。そこで見つかるだろう。これかな。見つけたか。それは何よりだ。隠し通路は庭の最上階にある。そこで会おう。なんか言われたな。 Thanks for talking all my EXP will try to level。 触りたいのかな。これは？ここ、あ、なんだ？ああ、ここが隠し通路だ。入れ、挑戦者。第三の試練で会おう。分かったけど、ちょっと待ってくれ。あ、なんか別に登れるわけじゃないの？なるほどね。お入れない。よし、行こう。戦い方は家で覚えた。道を見つけたな。いいぞ。なんだ、上でなんかやってるね。通常なら挑戦者に隠し通路を使わせることはない。だがアムナラの手下がこの試練の本質を変えてしまっている。もはやレディ・ギャリックの気づいたものではなくなってしまった。多少は臨機応変に進めてもいいだろう。次の試練を受ける準備はいいか。ああ、何をすればいい。お前は屈強の試練に来た。どれほどの苦痛に耐えられるだろうか。すぐにわかるだろう。死なずに出口を開く方法を探せ。レディ・ギャリックが出航して以来、この最後の部屋を通過した者はいない。じゃあ私が最初の成功者になろう。幸運を祈る。ぜひ成功させてほしい。この試練のヒントが聞きたい。忍耐の試練と同じく、出口への扉には鍵がかかっていて、扉を開くための装置がある。装置と扉の場所まで行くのが難しい。なるほどね。それだけ？ヒントはそれだけ？行き道どこな？あ、これか。解除できないタイプなんだね。あれ解除できんの？できんじゃん。
はくだらないパズルなんて解かなくても盾を手に入れられるわ。くそ、扉は開かれている。問題はお前がそこまで行けるかどうかだ。それに関しては問題ない。ミンリー大丈夫か。すごいな、本当にやってのけおった。最後の石板が待っているぞ。後で話そう。この混沌と邪悪の領域において不屈の騎士のみが生き残る。お前はこの試練を乗り越えた。正しき言葉を記憶に留め、勇気。ようやくか。ついにレディ・ギャリックの3番目の試練を成功させる者が現れた。彼女は残忍ではなかったが、弱者を許さなかった。だからあれほど早く地位を上げられたのだ。お前も負けてはいない。ありがとう。あとは合言葉だけだな。その通りだ。お前は全ての試練を通過した。長らく誰も踏み入れていない場所へと入る合言葉を学んだはずだ。この廊下を進み盾の前へ行くがいい。私はそこで待っている。では盾の間で会おう。盾の間でアムナラに遭遇するだろう。香炉を使う準備をしておけ。お前の力に調整されているはずだ。機会は一度だけだろう。無駄にするなよ。アムナラが命ずる。攻撃せよ。これか。痛い。相打ち。こいつら逃げたら死ぬの？そんなことないから逃げてみればいいのに。この者を拒むなんて許さない。注意がそれている。今だ。香炉を使え。近くへより香炉で閉じ込めるんだ。信じているぞ。任せる。よいしょ。なに？どうやって？どんな気分だ、資料術師。お前は恥ずべき方法で勝利に近づいたが、決して勝利はつかめぬぞ。挑戦者よ、価値を示す時だ。準備はいいか？アムナラを解放しなさい。この者はあの盾を手に入れる。アムナラの香炉、この者に使うなんてどういうつもり？資料術師は価値がないと明らかにしたが、まだお前を通すわけにはいかない。もう一つ価値の試練が待っている。ここで学んだことを忘れないようにする不意打ちだ。徳の試練を受ける準備はいいか？準備はできている。何をすればいい？それぞれの価値の試練の後に石板から学んだ徳を思い出し、質問に答えよ。まずはこの質問だ。圧倒的に不利な状況へ直面した時、盾の持ち主が証明しなければならないものは？技。正解。次の質問だ。盾の持ち主を冷静に保ち判断を導くものは？なんだっけ。理解。正解。最後の質問だ。盾の持ち主が自らの可能性と能力を限界まで引き出すために必要なものは？勇気。最後の質問も正解だ。結界を解除し
聖なる盾のところへ行けるようにしよう。おめでとう、勇者よ。ありがとう、シンリック。後悔するわよ。さあ、報酬を受け取れ、勇者よ。これが盾。聖なる盾。盾に新たな持ち主が見つかった。我が誓いは満たされた。やっと自由になった。ありがとう、勇者よ。宣言した通り、あの資料術師が永遠の地で盗みを働く前に盾を入手したな。私の役目はこれで終わりだ。ようやく休める。これでここを離れられるのか。そうだな。私はこの崩れゆく遺跡へ永遠に閉じ込められたままではないかと心配し始めていたのだ。これでついにレディ・ギャリックの後を追うことができる。改めて礼を言おう。誇りと共に聖なる盾を持つがいい。ありがとう。お前のこれからの冒険に幸運のあらんこと。アムナラはどうなるんだ。あの香炉で、あの女を永遠に束縛することはできないだろう。解放されたら、きっと怒り狂うはずだ。そうなる前に逃げた方がよかろう。なるほど。なんか手に入れたね。なるほどね。レディ・ギャリックの聖なる盾。ちょっと待って、これ家具だ。へえ、いいね。なんかでも盾のスタイルページとかだったらすごいありがたかったんだけどな。いるね、また。どうした？アムナラはいずれ自由になる。そうしたら必ず報復するからね。覚悟しておきなさい。待ってるよ。なんか読むもんないのかな。ゴールとか。よし、出よう。